さてと、思いを胸に、いざ。獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く毛利の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。皆、奴を野に放ってはならぬぞ。おい、貴様、ここで何をしている？早速見つかった。さっさと倒して出口を探そう。兵を好みだ。狙い通り参った。みんな、襖を閉めよう。くそ、閉じ込められたか。奴らを倒して脱出しよう。鹿之助が策を実行に移したようだ。それも続かねばな。雨子の逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。開門。ここからは出られないみたいだな。他の脱出口を探さないと。地下の捕獲は未だならずか。好き放題に暴れ打って。俺はどっちが好みだ。形がない。俺よりは共に参ろうぞ。捕らえた。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。開門。庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。出たぞ、山中鹿之助。やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。うえ、火星を呼ばれたか。ちょうどいい。この機会に敵の戦力を削っておこう。うん、敵将、討ち取ったりだ。どっちが好みだ。ここは引こうか、あるまい。なんと見事な。よし、これで少しは動きやすくなったかな。開門。北方に敵の気配を感じる。倒しとかないと脱出の邪魔になるかもな。高君、後の指揮はお主に託そう。わしは一度引く。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。ほら、どっちが好みだ。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。何としても中庭の突破を防ぐんだ。屋敷から援軍を呼べ。ほら、どっちが好みだ。
邪魔されちゃ困るんだ。狙い通り、中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。気に片付けるか。こいつは見切れねえぞ。敵将、討ち取ったりな。ここは引くほかあるまい。君片付けるか。ここは引くほかあるまい。悪いな、邪魔されちゃ困るんだ。そこの武者、わしに付き合い。容疑を喰らえ。敵将、討ち取ったりだ。耐えきれん、引かせてもらう。意地は見せたわ。どっちが好みだ。もうよかろう。敵将、討ち取ったりだ。意地は見せたわ。もうよかろう。こいつは見切れねえぞ。これ式で終わると思うなよ。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか弓兵よ。やつを穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。回廊、開門。ほら、どっちが好みだ。すまん。さて、次の手はどうするかな。俺の腕は天下無双なんでね。仲間が助けを求めてるのか。待ってろ、今向かうからな。悪いな、邪魔されちゃ困るんだ。貴様、おとなしく縄目にかからぬか。鹿之助と共にこの地を抜けるまでは決して屈しはせぬ。仲間を連れて行かれてたまるか。今助けるぞ。お前の勇気にわしらは奮い立たされた。感謝しておるぞ。ああ、大変だ。このままじゃ捕まっちまう。こいつは見切れねえぞ。今西の方から声が聞こえたような。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと。やつらめ、どこまで卑怯なんだ。勝利なんだ、知ってください。呼吸を整えて一気に片付けるか。こいつは見切れねえぞ。あなたの気質を熟知したおじい様に打てぬ策などないのです。俺の動きは全部読まれてるってわけか。
つくづく油断ならないじいさんだな。今は引きます。ですが、次こそは必ず。よっ。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。出口まではきっとあと少しだ。さあ、行くぞ。ギョギョ食らえ。邪魔されちゃ困るんだ。気取られたか。かくなる上はお命ちょうだい。こいつは見切れねえぞ。策ならず申し訳ございませぬ。開門。そうやすやすと逃がすものか。私たちもオリオ甘く見るなよ。こいつは見切れねえぞ。捕らえた。気もなりふり構わずやってきたか。みんなここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前もアマゴも毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。こいつは見切れねえぞ。てめえ、俺の本気を食らいたいようだな。ほら、どっちが好みだ。私だってあなたを倒せるんですからね。父上、力を及ばず申し訳ありません。開門。ギョギョ食らえ。俺の腕は天下無双なんでね。こいつは逃げねえぞ。こいつは逃げねえぞ。開門。出口だ。よし、ここから抜けて。甘い。逃がしはせぬぞ、しかり。こら。出たな、じいさん。いい機会だ。ここであんたを倒して、アマゴ最高を早めてやるよ。勝利条件変更。旅衆を引き連れ逃げおせる魂胆か。存外抜け目ないよ。お主がどれほど奔走しようと、もはやアマゴは起こせない。黙れ。そんなざれ事は信じるものか。毛利を倒して必ずアマゴを再興する。物わかりの悪い仕組みが、うちに秘めしきばわし自ら砕いてくれるわ。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく猛威の脅威たりえる。次こそ必ずや勝ってみせよ。くそ、取り逃したか。まあいい、今はここを抜けるのが先だ。